金サゴの花やちみさちにそう見て親のよしごとやちもにそう見て頭よてたぼりわうやがなし頭よてたぼりわうやがなし Good job! 最後水曜中華鍋だ、コモ三振広め隊の上田弥生、今日はですね、最近あの Facebook とかでも YouTube でも発信してますけど、沖縄の人たちがあのすごく入隊に増えてきてます。嬉しいです。しかもできる人たち、もうダイブ活動をやってると、あるいは三振の先生、そういう人たちが、古典の先生が皆さんあの我々の活動に賛同して、あのもっと俺たちは 前から広めていたという人たちが増えてきてですね、じゃあ一緒に広めたらもっと早いからねということで、今日ですね675番で小厚直也が入隊しました。自己紹介してください。はい、コム三振広め隊675番になりました、小厚直也直って呼んでください。よろしくお願いします。直もう若いとこから三振ずっとやっていて、今活動はどんな活動をしてますか。はい、三振自体はですね、まあ、もちろんおじおばが、弾いていて家にあったんですけども、まあ、それまでちょっと活動といいますかね、空手古武道をやっておりまして。空手もやってた、はいはい、また話が合うな、うん、はい、この古武道ではあの糸付き二丁釜といいましてですね、うん、あの釜に紐をつけて振り回して、うん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 、はい、たまには警察にも呼ばれたりしたんですけども、あそういったことをしながら、三振を触ってました。オリジナル曲をですねちょっと作っていて、あこれも初耳、はい、それからあの少ししてからですね、あの、まあ、三振の世界に入っていこうと思いまして、うん、まあ、ある流派の門を叩いて入っていってですね、うん、まあ、活動を始めてるんですが、まあ、個人的にもですねライブ活動をしてまして、うん、内地から来る、ね、観光団体修学旅行を、ね、対象に、三線ライブやエイサー琉球舞踊、そして三線体験をね、踊り体験もやってますね、踊りも琉球舞踊の、ね、体験もしております。はい、これからまた一緒にね、活動楽しんでいきたいと思います、ね、ぜひ沖縄から来る人たちだけじゃなくて今度は海外、はい、そうですね、全国回ってそんな夢も持ってり、はい、まあ、活動としてね、はい、やりたいそうです。もうあの環境が話を聞いたら素晴らしい環境なんで、ねえ、ネタもいっぱいあるし、はい、いろいろと子供とかね奥さんにも会いたくなりました、はい、で、古武術、古武道ですね、はい、やってます。あの鎌あれやって、そうです、ね、まだできる、ま、あのやろうと思います。わー、またこれすごいな、はい、でも本物を使いますので、本物使うからね、三振をやり始めてからは触らないようにしてます、うん、指切ると。ああ、そうかそうか、はい、そうやね。ああ、でもすごいな、まあ、これも一つの伝統としてですね、継承していきたいなと。私も見たことありますけどびっくりする、あの釜ね、はいはい、で、あと金サゴの花を、好きな歌詞を歌ってって言ったら私が普段、歌わない歌を歌ってくれました、
大きな声で歌詞のちょっと歌詞言ってみます。はい、歌詞はですね、上がり赤がり場、上がり赤がり場、意味は染み慣れが、意味は上がり赤がり場、はい、意味、はい、上がりというのは東のことですね、うん、東から太陽が昇るという意味でございます。赤がり場、昇った時は、はい、染み慣れが一位、染み慣れが一位、はい、染みというのは僕、墨のことですね。あの、はい、炭、学問に行くということでね、炭を習いに行く、学校に行くっていう意味ですよね。はい、学校に行きたいから、早く行きたいから、あの沖縄、まあ、琉球王朝時代には、寒風をね、男の人もね、言いましたけども、その早く頭をゆてたぼり、頭ゆてたぼりはうやがなし、お父さんお母さん早く学校行きたいから寒風を早くしてちょうだいっていう、そういう歌詞の内容でですね、あのこれを歌うとやっぱりなんかもっともっと広めていきたいなっていう。そうよね、例えば、朝起きて太陽が上がると同時に早く学問したいから、習いに行きたいから、はい、あのお母さんってちゃんと頭言ってちょうだいっていう意味ですよね、はいはい、そのストーリーからもう学校が楽しいんでしょうね、そうそうですね、あの当時でね、はいはいはい、でまあ、それっていうのは現在もそうですから ね、 そうよね、昔から言われないことです、ね、今は登校拒否とかあるけどねだからいろんな意味でね、直哉ね、俺天才子の花なんですよ、うん、自分の親が亡くなった時、親が悲しんでる人がどれだけいるかなと思って、親がって言ったら親がうざいとか、親の介護めんどくさいとか、はい、こんなのが出たんで、うん、今だから天才子の花なんです、はい、うん、ちょっとすごい思いがあるんですけど、ね、でそれもさっき話したように、語り歌三線っていうのは、うん、やっぱりそういう意味を語らないと、はい、見てる人はわからないから、はい、うちのあちゅうでもわからない人が、うん、今増えてきてるからね、はいはい、それはやっぱあの広げたいし伝えたいですよね、と、はい、いうことでいい男が入隊しました。また彼の、同級生が元私の社員だったりとかね、はい、いろんなつながりが出てつながるでしょ。そうですね、だからすごい私も三線からいろんなつながりができたし、でこれだけできるのに YouTube デビューまだしてなかったんで、はいはい、ちょうどいい機会なんでIT もちょっと教えてますから、発信もネタがいっぱいあるからね、はい、よろしくということで、はい、じゃあまた力を合わせて一生懸命、はい、一生懸命、また発信します、はい、またあの次ゲストを連れてきますので、どんな人が来るか楽しみにしておいてください。俺が一番楽しみやさ話しごちちじゃあまたやさい、はい、二平レビルっていう感じで、うん、今これは iPad で撮ってるから、はい、であの